先週お願いしてた資料でどうなった？今日の夕方までに送っておきます。あ、オッケー。じゃあ返事次第また俺に送って。はい。おーい。流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます。溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めます。大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち気づいたことは一人じゃないってこと。ではあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうで運ぶつむじ風洗濯物に絡まりますが昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。うまくはいかぬこともあるけれど天を仰げばそれさえ小さくて青い空は凛と澄んで羊雲は静かに揺れる。花咲くを待つ喜びを分かち合えるのであればそれは幸せ。この先の隣でそっと微笑んで瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もアルバム。うわ懐かしい。
こういう時もあったね。あったね、うん、この写真で撮った桜の日とかまだ残ってんのかな。確かに。え、久しぶりにさ、先生に会いたいね。会いたいな、っていうか、うん、みんなにも会いたいな。え、みんな何してるんだろう。